バレーボールのネーションズリーグ、NL、男子フィリピン大会が開幕し、世界ランク6位の日本は4日に同22位中国を3対2のフルセットの末に撃破して無傷の9連勝を飾った。上位8チームによる決勝ラウンド、19日、ポーランド、進出を決めるなど8区の快進撃を見せているが、試合前から会場が大きな盛り上がりを見せていたことも話題に。 海外専門メディアが日本の西田裕二ら4選手が地元のファンと交流する写真を公開すると、日本のファンからも反響を呼んでいる。画像、ファンすごい、羨ましすぎ、男子バレー西田裕二に向けられた大量のスマホフィリピンでファンサービスをする実際の写真カメラ目線で笑顔を見せながら、両手でサムズアップする西田。その後方には会場に詰めかけた多くのファンの姿があり、 男性も女性も誰もがスマートフォンを構えている。コート周辺から選手に対して、黄色い歓声が飛び交うなど、異様な盛り上がりを見せている会場の熱気が伝わってくるような写真だ。スイスのバレーボール専門メディア、バレーボールワールド、公式ツイッターが、西田ら大会に出場している各国4選手のファン対応の模様を映した画像を投稿。気軽に記念撮影やサインに応じており、 君たちのサポートと尽力は選手たちから永遠に感謝されるよと綴っているこの投稿にネット上で日本のファンも反応しており「ファンすごいなあ西田選手と写真羨ましすぎ各国の人気者」などの声が上がっていた地元のファンと交流する写真が反響を呼んでいる画像は「バレーボールワールド」公式 Twitter より「今大会でブラジルから30年ぶりの勝利をもぎ取るなど」 開幕9連勝の回進撃を続ける世界ランキング6位の日本。世界がその戦いぶりに注目する中で、7日に同10位オランダと10連勝をかけて激突する。